솔직히 하이데스. 요 씨. 이거 많이 해봤어. 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 We'll be right back.
新曲ゲホテルって曲です。すみません、息が切れちゃって。はい。さっきまで保険相談やってました。保険の窓口で働いてます。よろしくお願いします。じゃあ次はミュージックライターの曲一発。主戦払いで
すいませんでした。ちょっと MC が苦手なバンドなんですけど、どうしようかな。あ、最近ちょっと変な曲じゃないですね。曲を聴いてハッとしたことをちょっとね、僕娘が5歳なんですけど、女の子で、あの好きな音楽がこうシティポップみたいなの好きなんですけど、時朝子とか、はい、あのなぜかそういうのが好きになっちゃったんですけど、それであのクレモンディーヌ分かります？クレモンディーヌのなんかアニメソング歌ってるやつ知ってます？はい、あれをたまたまかかった時に、ドラゴンボールの曲でロマンティックをあげるよって今知ってます、はい、あれをまた気に入っちゃってて鼻歌を歌うんですけど、じゃあ原曲聴かせてあげようと思って、ちょっとあの CD を安いんじゃないかなと思ってブックオフで買いまして、で原曲をかけたんですよ、車の中で。そしたら歌詞が結構なんていうんですかね、こうメッセージ性が強いってことに気づきまして、なんか気にしたことありますか、その歌詞って。あの何だったかな、大人のふりして諦めちゃって言いますね。奇跡の謎など解けないよっていうね。でもっとワイルドにもっとたくましく生きてごらん、ロマンティックあげるよっていう、すごい本当の勇気見せてくれたらロマンティックあげるよっていう、そういう本当の勇気ってなんだろう、ね、結構すごい。でなぜか2番になるともっとセクシーにもっとなんかそんな感じになっちゃうんですけど、1番ちょっとハッとしましたっていう、はい、以上でございます。じゃあちょっと次歌え、はい、次ちょっと本気の、はい、最近新しい音楽が全然分からなくなってしまって、今日お店でユニオン出てこないな、ユニオンなんちゃらなんちゃらっていうバンドがみんなやっぱ好きみたいで、僕全然知らなくてびっくりしました。やばいです。はい、じゃあちょっとこれ本当に友達がですね、あの急に正月明けに亡くなってしまって、その時に作った曲です。Oh,
Try Myself って曲を歌います。
仕事用のメガネはちょっと緩くてダメですね。はい、というわけで終盤になってきました。次は名曲「朝まで起きていた」という曲を一発やります。あ、メンバー紹介してない。花神尾さん。紛らわしいのみです。参加してくれるようになって本当にありがたいです。のびちゃんのバンド実は来るとき聴いてて、境界線最高でした。ありがとうございます。誰も知らない。はい、次はドラム片桐大先生です。若い頃からグレイビーソースってバンドでかっこよくていつもお世話になってて、叩いてくれたらいいなと思ったら叩いてくれるようになりました。ありがとうございます。あとは省略します。ベースゴー君です。ギターは拓郎です。で、私は竹島です。よろしく。じゃあ聴いてください。朝まで起きていたって曲で、20年代精神荒くれ時代に作った曲です。
ありがとうございます。最後の曲です。Thank you.